人生の中で辛いことができました。これはお金の問題とか、なんか夫婦喧嘩の問題とか、人間関係もそうだと思います。で、仕事の中での問題も間違いなくそうです。仕事辛いなと思っている人たちは、ぜひ、これ、参考になればね、本当に、これより嬉しいものはないです。Hey guys! 今日ね、人生の中で問題があった時にどうすればいいのかっていうについてお話できればと思います。まずね、最初のコンセプトなんですけれども、一つ大切なことは、人は悪くないのよ、ね、何が起こっても悪い人っていないのね。悪いって思われることをやっている人たちは山ほどいるわけよ。でもなぜ悪いことをやっているかっていうと、その人の心の中に愛が足りないから、ね、幸せじゃないから、勘違いしてるの。考え方が、この人からいいものは限られてるから、俺のいいものを取るな、ね、いいもの限られてるから、俺がいいものを取りに行かないといけないっていう考え方、この勘違いのエネルギーっていうのはすごい、まあね、よくあることでね、このマネージメントをしていないと、ね、暴力になったり、ね、ネガティブな発言を言ったり、人を攻撃したり、大変なことになっちゃうんだよね。で、今度人生をこのやり方で生きていると、いろんなことが起こってきます。で、これ問題っていうのは、自分が勘違いしているところを教えてくれる、ある意味先生みたいな、もうね、よく言ってるんだけど、問題っていうのは最高、もう彼女とか彼氏とか、旦那さんとか奥さんとか、親とか子供より最高なパートナーなんだよ。ね、なぜかっていうと、何があっても問題はあなたと一緒についてくるわけよ。一緒にいてくれるわけよ。ね、旦那さんだったら逃げれるよね。奥さんだったらもう離婚とかできて、もうさらばーって言える。彼女も同じなんだけど、問題はね、あなたがどんなに逃げてもついてくる。で、逃げてほっといているほど大きくなってくるっていうことなんですよね。っていうことは、ファームのコンセプトね、ちょっと想像して、自分がこういう四角い中のファームをファーミングやってると、問題っていうのはある意味雑草なんだよね。で、問題がちっちゃい時に雑草を抜くと楽に抜けるわけよ。あ、ちっちゃいの出てきたな、ちってパッて。だから毎日1日15分、週6回自分のファームを見るっていう習慣をやっている人で、この絶対雑草って出てくるっていうのを理解している人は、問題が出てきたら、あ、よかった、この雑草を今のうちに抜くことができたんだ、この雑草は今何を教えてくれるんだろう、自分が変なことやってるのかなっつって学べるチャンスに変えることができる、ね、だからすごいいいことだって捉えることができるんだよね。でも、ファーミングをやらない生き方、ね、ファーミングをしないとどういうのかっていうと、問題がもっと太くなってくるよね。その雑草が大きくなってくるじゃん、ね、大きくなってくると抜くのが難しいじゃん、ね、中レベルになってくるかもしれない。そうすると、なんかスコップ持って、うわーとか言って、ノコギリでうわーとか言って、これを、この問題をなくすには時間がかかっていくっていうことがわかると思うんだよね。時間がかかる、どのぐらいかかるのって、1時間2時間とかじゃないわけよ。3ヶ月6ヶ月かかる時もあるんだよね。 OK、 で、もっと問題をほっとく、この雑草をほっとくと、今度この雑草がね、何ヶ月でできることが木になっちゃうんだよ。シンデレラのさ、闇の森みたいなのあるじゃん。で、中入るとでっかい木、こういうグニュグニュしてるのがあって、ね、刺されたり、ニードルでっかいね、こういうの切られたり、で、毒があって、ね、で、光が通らない。怖い森みたいに自分のファームがなっちゃうわけよ。ね、これどうすんのって。これを直すには、人生が、もう時間がかかっていく。どのぐらい人生がかかるのって言うと、何十年かかるかもしれない。でも、それを通して魂、ファーマーは学べるんだよね。こういう人生は嫌なんだ、私はこういうのを望んでいない、あ、こういうふうにやっていくともっと、あのね、人生良くなるんだって学べるんだよね。だから、この学びっていうのは、いろんな存在で出てくるから、自然に出てくるから、あ、ここに学びがあるんだなっていうことを恐れないでピックアップしていくっていうことなんだよね。で、ここからね、クリスの3ステップっていうのを紹介したいんです。ぜひ参考にしていただいていただければ、もうあなたのステップにしちゃってください。これ、僕の個人的なおすすめ。
一つまず問題が出てくるときに、ね、例えば仕事で問題が出てくると、キャーやばい怒られたとか、あーこのメール忘れた、やっべーこの変なことやっちゃったとか、このまた税金が来て今お金がないとかね、あー彼氏に怒られたとか、ね、これ問題になってキャーってなっちゃいます。この時何が起こる、現実的に何が起こる、この情報が脳のアミグダラっていうところに入って、これが自分の体に危険があるものになって勘違いになっちゃって、脳がストレスホルモンを流してくれます。これコルチゾールとかです。どうなるかっていうと、心拍力が上がってストレスホルモンになって、栄養がお腹の栄養、食事食べても栄養を吸収できなくなっちゃう。だからね、お腹が痛くなる、女性は分かると思うんだよね、便秘になっちゃうっていうのかな、日本語で言うと、女性の方がなりがちだと思うんだけど、ストレスになって姿勢も変わってきて、ね、いろんなもっとストレスホルモンが流れるサイクルになっちゃうんだよ。はい、分かったよな。どうする？90秒の法則を使っていきましょう。90秒の法則、もうタイマーに Hey Hey, put on a timer for 90 secondsありがとう、シリ。もうちなみに僕のシリはね、オーストラリアアクセントでね、よくの僕の奥さんからね、怒られてるのね。あなたのシリの発音変えてって。Alright。1分半、90秒。90秒経つと、体の中で流れてるストレスホルモンが、終わってきます。なので、90秒タイマーをつけて、その辛いところがある場所から移動しましょう、できれば。イラーってなってるかもしれないけど、そのイラーっていうのは90秒になると落ち着いてくるので、90秒やってフッって言って深呼吸して、鼻から呼吸するとパラシンパティックシステムのナーバスシステムが変わってくるね。ここにいろんなセンサーがついてるから、鼻からの呼吸でリラックスすると、今度反対のリラックスホルモンも流れてきますね。オキシトーシンとかいろんなのが流れてくるから、そっちを使って体をコントロールしていく。でこれ何、特にパニックしてる状態は何すればいいのかっていうのは、何もしないでいい。今パニックしてるなって気づくだけで結構です。 OK、 これが最初のステップね。リアルに起こっている体の中の恐怖のホルモンを変えていく、90秒の法則を通してっていうことです。でよく考えると、もし本当に今辛い問題が来ている、人間関係とか仕事とか、ね、お金とかそういうのがあったら、ちょっと自分に聞いてもらいたいんだよね。前この問題がちっちゃい雑草として出ていく時に、その時にこれをケアしていったら今この問題になってると思うかな。わかる？小の時にやっていたら、小の時に自分が気づいて、あ、そっか、こうなっちゃうなって言って、その時にその雑草、その問題を、ソリューションを見つけてやっていたら、今この状態になっているかな。今ひょっとしたら、ね、中のレベルになってるかもしれないよね。で、今度何が起こるかっていうと、今すぐこの問題を解決できないっていうことに気づくと思います。ね。例えば夫婦喧嘩とか、仕事でのなんかの大きいトラブルとか、今の仕事の職場のトラブルとか、人間関係とかはね、なんかコンビニに行ってなんか買ってこれやってって言ったら治るかって言って治るもんじゃないんですよ。なんかお金の問題とかもすっげえ怖い時もあるわけよ。でここでファームのコンセプトに戻ってもらいたいんだよね。3ヶ月かけていいわけよ、この問題を治すには。わかる？3ヶ月とか6ヶ月とか全然かかるかもしれないわけよ。何をやればいいのかっていうのは学べばいいんだよね。どうやってこの問題を解決できるんだろう、私は何を望んでいるんだろう、この問題を解決したファーマーはどうやったんだろう、どこを調べれば、どの本を読めば、どの人と相談できれば、こういうコミュニティあるのかな。わかる？あなたが経験している問題は人類初の問題じゃないわけよ。お金の問題、人間関係の問題とか仕事の問題は、わかる？いろんな何万人の人たちが経験してるから、ソリューションはどっかにあるわけよ。でそのソリューションを学んで、その実際のファーミングね、やっていけば、習慣にして実際にその行動をやっていけば、乗り越えていけることができるんだよね。だから永遠に終わるっていうことはない、永遠に続くっていうことは現実じゃないわけよ、ね、今短期的な問題で、今この数ヶ月は辛くなるかもしれないけど、絶対このトンネルをクリアしていくことができるわけよ。なぜかっていうと、それが自然だから、ね、Alright。 なので最初のステップは、わーってピンチになったら90秒の法則、90秒の法則でストレスホルモンを落ち着かせていく。2つ目のステップは OK、 なぜこれが起こってるんだろう、
もしかしたら僕が前にほっといた問題が大きくなってるだけじゃないのかな。で、3つ目はこの時間をかけてその自分のファームの、ね、ある部分を直していくんだよね。わかる？ファーム全体が、ファーマーは悪くなれないわけよ。ファーマーがファームしてなかったっていうことかもしれないわけよ。だから自分ができるところ、他の人のファームとかやってもできないから自分のファームに集中してそれを直していこう。で、これをやるとピンチ、問題がチャンスに変わる。で、数年経つと、あの時はめっちゃ辛い経験だったけど、あの経験があって今があるから、ある意味良かったなって笑えるようになってくるんだよね。 Alright, you guys, ちょっとねこの話が参考になれば、ぜひLikeボタンを押していただければ嬉しいです。ていうかコメント書いて、ね、ありがとうとか教えてくれたらめっちゃ嬉しいぜ。まあ何もしなくていいけどね。 I love you guys so much. Thank you. あ、シェアしてくれたら嬉しい。僕そこまで Like とかね、そんなにあんまり関係ないもんな。コメントも嬉しいけど、なんかシェアしていただければ嬉しい。このような考え方、もっとこの国が、ね、もっと楽になって、ね、もっとこのファームのコンセプトというか、大丈夫だよっていうコンセプトが広がっていって、世界中がもっと幸せになって、この星が戦争がない、環境問題がない、ね、いい星、リラックスできる、大丈夫っていう星、愛の星に変わってくることを僕は望んでいます。All right, I love you guys so much. Now, see you next week. また来週月曜日ね。ありがとう。